タカカダマリアリ教室へ。トコトコ料理教室どうですか？楽しい。教室はとても楽しくて、家に帰った時弟や家族に美味しいと言ってもらえたので入ってよかったです。料理が楽しいです。理科先生のところは9歳7歳4歳の兄弟3人でお料理できるのでとっても楽しいです。リクエストしたハンバーグがうまく作れて嬉しかったです。私は料理教室に行くのは最初から楽しいだろうなと思っていましたが、見てこんなに楽しいとは思いませんでした。おお、できました。2022年4月に開校したばかりですが、大切な節目をお祝いできること、とても嬉しく思います。岐阜県でももっと広がっていくように頑張りたいと思います。おめでとうございます。せーの、お料理が楽しくなりました。7周年おめでとうございます。日本のあちこちに教室があるってすごいと思います。私たちみたいにお料理が好きな子がたくさんいて嬉しいです。これからも頑張ってください。バイバイ。バイバイ。ココ先生の好きなところは教えてくれるところです。いつもありがとう。ココ先生の好きなところは野
しくて美味しい料理を考えてくれるところです。料理教室では料理から片付けまで教えてさせていただけるので、こっちではなかなかできないのでありがたいです。子どもたちの成長が近くで見られる素敵なお仕事です。楽しいと思ってもらえるような教室作りにします。料理に興味を持って作りたいと思えた時に、一緒に料理を学び楽しみたい、楽しいと思える、そういう場を作っていきたいと思っています。子どもたちのできた、やってみたいという気持ちを体験できる楽しいレッスンになるよう心がけています。お料理楽しい、ニコニコおいしい、またお家で作ってみたい、アットホームな子ども料理教室です。らくらく子どもキッチンの横山恵美です。とことこ7周年おめでとうございます。はたてこキッズ、イエーイ。大阪のエナです。大阪のゆかりです。大阪のまゆりです。大阪のひゅうかです。大阪のやっちゃん先生です。イエーイ。やっちゃん先生最高。おーおーおー、7周年おめでとうございます。私はあやこ先生の料理教室に通って、とても料理が大好きになりました。だから将来はシェフになりたいと思います。これからも料理をたくさん教えてください。7周年おめでとうございます。あやこ先生には親子ともども大変お世話になっており、感謝しております。ことことは娘にとって心のふるさとのような場所で、あやこ先生はお母さん以上にお母さんの存在であってくれています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。料理教室で作るご飯は楽しいし美味しいから続けられる。お料理教室いっぱい行って美味しいご飯食べたい。これからも子どもお料理教室の先生という仕事を通して、諦めない人生を伝えていきます。美味しくなれなれなれ、ママ頑張れ。家族も応援してくれるお仕事です。カルチャーレッスンを担当しています。自分の子どもたちと一緒にレシピの試作をするのも楽しい時間です。今日お料理教室でキウイの皮を初めて剥いたけど、とても上手にできて嬉しかったです。今日お料理教室が楽しみで早く起きれました。一人一人の個性を大切に楽しくお料理しています。子どもの生きる力を未来につなぐ、そして親子をつなぐ子どもお料理教室、これからももっともっと親子の笑顔を増やしていきます。7周年おめでとうございます。お料理が好きです。子どもとお料理することの素晴らしさをたくさんの人にお伝えしていきたいと思います。子どもたちのやりたい、挑戦したいがたくさん詰まった笑顔がいっぱいの楽しい教室です。7周年おめでとうございます。2人の子育てしながら続けられるのはとことこ料理教室だからだと思います。代表にも講師方にもとってもお世話になって、すごく続けやすくです。感謝してます。ありがとうございます。せーの、おめでとう。とことこ7周年おめでとうございます。はい、おー、ほら綺麗にできたじゃん、見せてください。いやー、タンポポ食堂の石井千織です。神戸市須磨区で開校しております。先月娘に子供ができました。
どもたちからいつも癒しとパワーをたくさんもらっています。とことこの講師になって本当に良かったです。秋代表、7周年おめでとうございます。私もこれからも子どもたちのために活動し続けていけるよう頑張ります。おめでとうございます。カルチャー府中の山本恵理子です。こんな素敵なキッチンでレッスンしてます。7周年おめでとうございます。これからもとことこの一員としてお料理で楽しく学べる大切な時間を持ち続けていきます。スマイルキッチンはこれからも子どもたちと楽しんでやりたいことにどんどんチャレンジできる教室にしていきたいと思います。子どもたちが本当に望んでる包丁を作っていきたいという思いに変わってきました。皆さんが考えた皆さんの包丁が、出来上がりました。刃先を丸くするか尖らすかっていう時に子どもたち全員が刃先を尖らせたいと私たちが思っているのも子どもじゃなかったということをすごく気づかせてもらえるタイムでした。本当にありがとうございました。今後いろんな人生を歩んでいくと思いますけれども決して一人ではないということを知っていてもらいたいなと私はこのコンテストを通じてお伝えしたいと思っています。